排他制御。排他制御とは、コンピュータプログラムの実行において、複数のプロセスが利用できる共有資源に対し、複数のプロセスからの同時アクセスにより競合が発生する場合に、あるプロセスに資源を独占的に利用させている間は、他のプロセスが利用できないようにすることで整合性を保つ処理のことを言う。相互排除、または相互排他、とも言う。 最大傾向のプロセスが共有資源にアクセスして良い場合を、軽相互排除という。還元すれば一つのクリティカルセクションに、複数のプロセス、または、スレッドが同時に入ることを防ぐことである。クリティカルセクションとは、プロセスが共有メモリなどの共有資源にアクセスしている、期間を指す。ハイト制御の問題は百六十五年、エドガーダ・ダイクストラが、ソリューションオブ。 A プログレムインコンタレントプログラミングコントロール。平行プログラミング制御における問題の解放とした論文で扱ったのが最初である。排他制御の重要性を示す例として、片方向き連結リストがある。うず。このような連結リストから濃度を削除するには、一つ、前の濃度にある次の濃度を指すポインタを削除したい、濃度の次濃度を指すように書き換える。 例えば、ノード i を削除するには、ノード i-1 のネクストポイントをノード i プラス1を指すよう書き換える。この時、その連結リストを複数プロセスが共有しているなら、二つのプロセスがそれぞれ別のノードを削除しようとして、次のような問題を生じる可能性がある。この問題は、配達制御を施して、複数の状態更新処理が、 同時に行われないようにすれば解決する。排他制御を実施する手段はハードウェアによるものとソフトウェアによるものがある。シングルプロセッサシステムではあるプロセスがクリティカルセクションにあるとき割り込みを禁止するというのが最も単純な排他制御である。その間、いかなる割り込みハンドラも動作できない。それによって実質的にプリエンプションを防ぐ。この方式は効果的だが 同時に様々な問題もはらんでいる。クリティカルセクションが長い場合、クロック割り込みが処理されないために、システム時刻が徐々に遅れていくという事態が発生しうる。また、クリティカルセクション内でプロセスが停止すると、他のプロセスに制御を渡せなくなり、結果としてシステム全体が停止することになる。ニューイット欄などではタスク切り替え、 プリエンプションとディスパッチを禁止するという操作もある。より上品な方式として、ビジーウェイトで相互排他する方式もある。ビジーウェイトはシングルプロセッサでもマルチプロセッサでも有効である。共有メモリと不可分なテストセット命令を使うことで排他制御を実現する。プロセスは共有メモリ上の特定位置について値を調べて新たな値をセットするという操作を 不可分に実施でき、それによって一度に一つのプロセスだけがフラグをセットできることを保証する。フラグをセットできなかったプロセスは別の処理を行って後で再試行するか、プロセッサを他のプロセスに明け渡して後で再試行するか、フラグをセットできるまでループして再試行を繰り返すとった動作が可能である。プリエンプションは可能なので、この方式ではプロセスがフラグ、 ロックを保持したまま停止してもシステム全体は機能し続ける。不可分操作命令は他にもいくつかの実装があり、どれもデータ構造の排他制御に使える。よく見られるのは、コンペアスワップ、CAS である。CAS 命令を使えば、ウェイトフリーと呼ばれる排他制御を任意の共有データに実施できる。そのためには連結リストを作り、 各ノードが実行したい操作を表すようにする。CAS 命令は、その連結リストに、新しいノードを挿入する際に使用する。ノードの挿入は、CAS 命令を使えば一度に一つのプロセスしか、成功しない。失敗したプロセスは、ノード追加処理が成功するまで試行し続ける。各プロセスはこのデータ構造のローカルなコピーを保持でき、連結リストを操作でき、 リストのローカルコピー上の各操作を実行できる。ハードウェアサポートを必要とする方式とは別に、ビジーウェイトを使ってソフトウェアのみで排他制御を実現する方式も存在する。例えば、次のようなものがある。これらのアルゴリズムは、アウトオブ、オーダー実行が働くプラットフォーム上では動作できない。アルゴリズム実施中。 メモリ操作はプログラミングした通りに行われなければならない。OS のマルチスレッドライブラリーが同期機構を提供しているならそれを使う方が望ましい。ハードウェアによる方式が利用可能ならばそれを使って実装されているだろうしそうでないならばソフトウェアによる方式を利用しているだろう。例えば OS のライブラリーを使いスレッド型社が すでに獲得しているロックを獲得しようとしたとき、OS はそのスレッドを中断させて、コンテキストスイッチし、動作可能な他のスレッドを動作させたり、動作可能な他のスレッドがなければ、プロセッサを省電力状態にしたりといったことをする、可能性ある。したがって、ほとんどの現代の排他制御技法は、キューイングとコンテキストスイッチを使い、レイテンシとビジーウェイト時間を削減しようとする。しかし、 スレッドを中断させて再開させるのにかかる時間が、スレッドがロックを獲得できるまでの待ち時間より長い、場合に限り、スピンロックの方が適していると言える。これまでに説明した方式を使い、次のような同期プリミティブが構築できる。排他制御の多くの形式には、副作用がある。例えば、古典的セマフォは、デッドロックを引き起こしうる。あるプロセスがあるセマフォを獲得し、 別のプロセスが別のセマフォーを獲得した状態で、互いに相手の獲得したセマフォが解放されるのを待ち続けることが考えられる。よくある副作用としてリソーススタベーションがあり、その場合プロセスは処理を完遂するのに十分な資源を決してられない。また、優先順位の逆転は低優先度のスレッドのせいで、 こういう鮮度のスレッドが待たされる現象であり、霊天使が長くなり、割り込みへの反応が悪くなる。排他制御に関する研究の多くはそういった副作用を排除することを目的としており、例えばロックフリーとウェイト、フリーアルゴリズムはブロッキングされずに処理が進行することを保証する。完璧な方法はまだ見つかっていない。排他制御によりロックされた資源に、 他のユーザーからアクセス要求が出されたとき、両者は互いに使用中の資源が解放されるのを、ブロック状態で待つという状況が発生することがある。二つ以上のユーザー間で生じるが、この状態では、どのユーザーも資源の解放を待ったまま処理が進まずに停止状態となる。このような状態を、デッドロックという。デッドロックと同様、配達制御によりロックされた資源に、 複数のユーザからアクセス要求が出された時に、お互いに資源が解放されるのを、ビジー状態で待つという状況が発生する。デッドロックでは、個々のユーザにおける、資源獲得のための処理が進行しないのに対し、ライブロックでは、資源獲得の処理が進行しているにもかかわらず、どのユーザも資源が獲得できない状況である。例えば、狭い道を歩いていて対面した歩行者2名が、 お互いに相手が避けようとした方向に動いてしまい、避けられないということがある。次に逆の方向に避けようして避けられない。このような状況が続いて、何時まで経ってもすれ違うことができないという状況にあたる。リソーススタベーション参照。共有資源を利用したいユーザーが、いつかは共有資源を利用できるという、配他制御アルゴリズムが満たすべき性質。 フェアネスが満たされない場合の例であるが、駅の切符売り場に3台の券売機があって、各券売機に行列ができているとき、並んだ行列の進みが遅い場合に、他の行列の交尾に並び直す戦略を採用ると、運が悪ければ何時まで経っても、券を購入できないということが起こりうる。共有資源へのアクセス要求を出したユーザーが、後から要求を出した最大稽古のユーザーによって、 先に資源を使われてしまう可能性があるということを表すフェアネスの度合いを測る指標である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。